どうも斉藤慎一でございます。さあというわけでございまして、前回ちょっとね物議を醸したというか、僕はそのなんて言うんでしょうね、自虐ネタ的に果たしておっさんがその新人文学賞に必要かい、必要かい、ふざけんじゃないよ、いらねえよ、もう今若いね女性かなんかそのいろんな、ないろんなマイノリティじゃねえとダメだよバカ野郎。おっさんのさ汚ねえなんかくっせえ文章でさとかね、自虐なんですよこれ。ですけどもなんか怒っちゃった人が何人かいまして、おっさんが夢見ちゃいけないのかみたいなもちろん中にはですね、寛容にというかもう笑ってよ 見ちゃいましたよみたいな方いらっしゃいました。やっぱそういう方はね素晴らしい感性だし客観視できてると思うんですよ。やっぱりちょっとね落ち着いてって言いたい僕は。あのすぐ怒っちゃう人、こういう動画を見て、おっさんは必要ないないってどういうことだみたいな。いや必要ないとはまず言ってないですし、あの自分もおっさんなんで、ただ大丈夫っていうことですよね。この昨今の新人賞見てるけども、おっさんがおっさんたるゆえんみたいな小説をこう書いて受賞してる作品はない。しかもね、いやおっさんの方が小説家にはね、そうおっさんの小説の方が私は好きですという方いらっしゃった、もちろんそうなんですよ。いや新人賞に限ってという話を僕はしてます。例えば僕の同世代中村文則さんとかちょっと上ですけどもね、が書かれてる作品、それ需要あるでしょ。あの層なんてむちゃくちゃ、又吉君もそうですけど、売れてる作家さんはね、いや売れてる作家さんはそうなんだ、新人賞でっていう話をまずしております。で現に最近いないよね、大丈夫かなっていうふうに言ってるんですけども、おおおっさんだったなみたいなもうそう、熱い熱い、近い近いみたいなねところあるんで、どうぞ落ち着いてください。でやっぱり自分の今いる位置とか、あの相対的に見てとか、ちょっとそういうところができないと、何においてもそうですけども、創作ってなかなかできないんじゃないかなと僕は思っているので、でって現にでもどうですか、おっさんの新人、おっさんが書くべきものってじゃあ何よ今。だってあの今回ね文学界新人賞も発表されましたよね。でまあもう内容は僕まだ読んでないんであれなんですけども、まあ出産とか結構そこら辺ですよね、堕胎とかそこら辺の、私は無人島っていうね、作品はそっち方面なんですよね。でもう一個の作品の方がまあまあ、ゲイの人を取り扱ってるとかっていう、まあ、噂なんで僕ちゃんと読んでないと分かんないですけど、まあ、マイノリティを書いているんじゃないかなというところで、まあ、おじさんが書くその何でしょうね、文学性っていうところを考えた時に、おっさんが書くテーマで、でもおっさんにしか書けないもので勝負しようと思ったら一体何なんだろうって考えてるっていうお話なんですよ。その答えをちゃんと見出して書くべきだと思うんです。はい。だから僕が、じゃあ例えば、15歳の女の子を主人公にした話を書いてもいいとは思うんですけども、それを多分新人賞ではいらんって言われると思うんですよね。だって、おっさんが書く必要性がまずないし、で、僕は売れればね、売れればというか、まあ、作家になって、まず作家性というものがきちんとこう確立されているところで、15歳の女の子が主人公のものを書いてもいいとは思うんですけども、まあ、言ってしまえば、まあ、ここね、このチャンネルでも何回か言ったことありますけど、やっぱりこう新、デビュー作になるわけで、デビュー作ってやっぱり代名詞というか、自分のね、もちろん代表作にしなくてもいいとは思うんですけど、やっぱり代名詞のような、一つのこう決意表明のような作品がデビュー作になると思うんですよね。こういうので私はやっていきますとか、こういう方向でいきますみたいな
ところで、だからその作品と作家っていうのがそこまで近くなくていいとは思うんですけども、でもあなただから書けた作品っていうのがであった方がいいかなとは思うんですよね。その人が書く世界の一つの核みたいなものをしっかり持ってて、私はこういうのが書きたいんですっていうものを多分提示した方が選考委員の人も必要性というか、僕もよく言われたんですけど、その書かねばならない、どうしても書きたいという熱意みたいなものがやっぱり薄いと、あまり評価されないというところがあるので、おっさんが書く必要性があるもの、おっさんじゃないと書けないものっていうのを模索すべきなんですよね。そういう意味で言ってるんです、僕は。だからおっさん必要ないなんて決して言ってないんですよ。で、僕もおっさんなので、おっさんにしか書けないものを一緒に探そうぜ、掴もうぜ、ドラゴンボールってことなんですよ。まあ、最後のは全然意味わからなかったですけど、前の動画で結構怒ったコメントをされた方には、ちょっと言いたいのは、まあ、そういう意味じゃないんだよと。一緒にこう、見つけましょうよと。で、頑張っていきましょうよというエールの意味合いで言ってるんで、おっさんは必要ないですかねみたいな強い口調で来られても、いや、そういうわけじゃないんで、こんなんいちいち言わなあかんかなとも思いますけどもね、そこら辺は感じ取っていただきたかったし、現にね、笑ってみちゃいましたみたいな方もいらっしゃって、やっぱりそういう方の、なんて言うんでしょうね、こう、包容力じゃないですけども、余裕みたいなものがあった方がいいというふうに私は思います。おっさんを決していじめてるわけではありません。何せおっさんですから、私も。自虐的にちょっと言いつつも、いやいや、頑張ろうぜ。絶対道あるからね。その道見つけたもん勝ちだからね。っていうことを言いたかったというだけのお話でございますので、共に頑張りましょう、おっさんの。ね、加齢臭はすごい感じてますね。加齢臭はすごいするけれども、だからあんま近寄らないんでね、お互いね、行きましょう。ですけれども、まあ、おっさん、新人、小説家として、頑張っていきましょうということでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。